そう香織の趣味についてです。カラオケは行きますか？カラオケは前は友達とか家族とかでよく行ってたんですけれども、最近はなんか友達も忙しそうだったりタイミングが合わなくてなかなか最近は行けません。で、よく歌う歌はよく歌う歌は決まってないんですけれども、マイリトルラバーとか好きです。で、なんかいろいろ本当に歌って、家族とかと行くとなんかお父さんとかお母さんとかが歌うような昔の歌とかも妹とかと一緒に歌ったりしています。好きなアニメは何ですか？と、好きなアニメは最近はあんまり見なくなっちゃったんですけど、やっぱりドラえもんとか、あとはなんだろう、サザエさんとかちびまる子ちゃんとかすごい好きでした。映画は好きですか？映画はすごく好きなんですけれども、最近なかなか映画館に見に行ってないので、また見に行きたいなと思っています。で、前までうちずっとベータだったんですけれども、去年一昨年もう夏ぐらいにやっと VHS になって、それからはでも映画館に行かなくてもビデオ屋さんでビデオが借りられるようになったので、なんか火曜日がレディースデーで安くなるので、お母さんがよく火曜日にいろいろ借りてきてくれます。プロレスは好きですか？プロレスはなんか見ててすごい怖いんで、あまり好きではありません。でもなんか妹とかとふざけてプロレスごっことかして遊ぶのは好きです。野球は好きですか？野球は小学生の頃とかすごい好きだったような気もするんですけれども、野球よりはなんかサッカーの方がすごく好きです。好きな野球選手はいますか？だからやっぱり好きな野球選手よりサッカーの川口選手とか武田さんとかすごく好きです。ゲーム機は持っていますか？ゲーム機はファミコンとスーパーファミコンとゲームボーイを持っています。どんなゲームが好きですか？ゲームで好きなのはそういうゲーム機とかで言うと、なんだろう、テトリスとか、あと桃太郎電鉄とか好きなんですけど、あとなんか普通のゲームで言うと人生ゲームとかすごい一時期ハマって、友達といつも毎日のようにやって遊んでました。プリクラは持っていますか？プリクラは持っています。だけど友達とかの見せてもらうとすごい何枚もいっぱいだーって貼ってあるんですけど、それに比べるとまだまだ全然少ないです。でもこれからいっぱい集めていきたいと思います。